こんにちは、ここは室蘭本線の追分です。夕張の火事の状況が気になって見に行って、今夕張から代行バスというかその代替バスと、それから普通列車を乗り継いで戻ってきました。いろいろ考えて登別温泉に行くことにしました。明日友達が札幌から来てくれまして、明日一緒に観光するので、今日は多分旅館でダラダラする以上のことは特にしないと思いますが、ここから室蘭本線に乗り換え、ここまで関庄線で来ていましたが、ここからは室蘭線、苫小牧から引き続き南下して登別に向かいます。旧型の国鉄の時から使われているキハ40ってのは本当に旅行するのにぴったりの車両でね、鉄道マニアの人でなくてもこれは本当におすすめしますよ。そんなにものすごい古くてボロっちいっていう感じもしませんし、かなり古いんですが、トイレとかもよく掃除されていて特に不快感はないと思います。この列車も多分あと 2,3 年ぐらいすると新しい車両に置き換わるんじゃないかと思いますけどね。ぜひそれまでにこういう北海道のローカル一両編成の列車でごとごととボックスシートみたいなやつに座っていくのんびりした旅行を楽しんでみて、もらえるといいかなと思います。本当にこれはおすすめですからね。苫小牧から登別方面の数列車20分の接続です。22分だったかな。着きました。ここが登別駅です。ちょっと顔がドアップになってました。こう減らしましたけど、なかなか雰囲気ある駅です。まだ宿の予約してないんですけど、登別温泉行きのバスもすぐ来て1時間に1本程度なので、ちょうど来たのでね、予約はついてからすることにします。大丈夫でしょう。最悪日帰りで戻ってきて、札幌に帰ることも今からであればできます。なんだあれ、ちょっとなんかすごいやばい書き方だけどな、これこんなの前からあったか、あったら知ってると思うんだけどな。ライダーハウス500円、なんだこれ、こんなのあったの登別に。多分夏になるとやってんだろうな、最近始めたんだろうなあれは。そんなのあんの。いや知ってたら使いまくったのにね。私北海道のライダーハウス格安宿には結構詳しいわけです。道南バスが来ました。あれで300円400円はかからないぐらいで登別温泉まで行けます。着きました、登別温泉です。私はこの温泉が本当に好きなんですが、しかしですね、毎度ここへ来た時は大体お金がなくて、北斗星で来てここで降りたこととかあったかな。あとはLCC で来て、パッと登別だけ見て帰ったりとかしたことありましたけど、基本的にそんなにね、登別に泊まったりとか基本的にもう全くないですね。日帰り入浴しかしたことがありません。でどこに泊まろうかつってもホテルの知識も特にないんですが、調べてみたところ、ここのなんつったっけな、万世閣、もしくは水明館ってのはよく聞くな。それから湯本登別とかね、いろいろあります。泊まるところはこのバスターミナル周辺、立地もよろしいところです。今日はね、奮発してちょっといいところに泊まろうと思います。でも本当にめちゃくちゃ高級なところは今度6月に JR 東日本の高級ツアーのね、四季島で来るんで、そこまで超高級はいかないが、でも1泊2万円ぐらい出しちゃおうかな。いつも宿泊費はケチってますからね。結局ここにしましたね。メゾネットのすごい広いのもあるんですが、でもやっぱ一人でそんなすごい広い部屋泊まってもしょうがないよな。ので部屋が広いとおーってなりますけど、実際こんな広くてもねって感想に結局落ち着いてしまうんで、シングルのお部屋ありますけど、あるの、こんな温泉のところで あるんだなと思う。結局ね、シングルの部屋にしましたね。1泊2食付きで1万2000円でもこれだって十分な贅沢じゃないですか。だっていつも泊まってるようなホテルだったらね、1泊4000円ぐらいでしょ。で、朝ごはんが自分でどっか買ってきたとして500円とか、せいぜい1000円ですよね。で夕飯も2000円はかけないでしょ。そうすると1泊2食付きで7000円ぐらいの旅行いつもしてるわけですが、今日はそれよりも5000円ほど上乗せの贅沢をしたというわけです。この前ウェルカム玉こんにゃくくれましたよ。ブルブル震えております。早く食べたいんですけど両手が塞がってるからね、カメラ回してると絶対無理だから。7階だったな。どっちかというと私は和室の方が好きなんですけど、和室の方が好きな理由はしょっちゅうビジネスホテルの安いやつで洋室にばっかり泊まってますから、和室の方が非日常感があっていいわけですが、景色もあまり良くないって言ってたけど、それは別にいいわ。どの道ものすごいオーシャンビューとかになってるわけでもないしね。でもいいですね、シックな感じで。これ十分ですよ。大きなベッドじゃないですか。早速玉こんにゃく食べよう。これか。喫
煙室って言ったけど部屋もそんなにタバコっぽくないね。廊下は結構タバコの匂いしましたけど、あ、美味しい。うん、甘辛く煮てあって、あの味の染みてないタバコの匂いとは違うな。これこれ美味しいな。1個食べると食欲が刺激される美味しさです。あ、私の好物こんにゃくだって言いましたっけ。うん、日本のホテルは消防法の関係で窓をつけなきゃいけないけど、逆に言うと窓さえつけりゃいいんで、こういう風なあの客室もあるんですよね。まあ全然構いません。これ多分ここ7階なんですけど、7階6階5階4階の上、こうなんだろうな、これ風呂かなんかかね。動画撮っていいですと言ってくれてるんだけど、今日はなんか団体の入りが結構多いみたいで賑わってますから、まあ、フロアの写真ってのはどうなんですかね。撮って、まあ、誰もいなければ、いや誰かいたら絶対撮りませんよ。誰もいなくてダメって書いてなきゃまあいいのかなって気がするんですけど、うん、まあ、ちょっと考えておいた方がいいんだろうな。普通そこにカメラ持っていきませんからね、フロアって。とりあえず1万4000円だけ、胸ポケットに入れて出発。まあそんなにお金使うことないと思うんですけど、なんかパーッとせっかくだからね、あの北海道に来た時は偉そうで申し訳ないけど、お金を落としていきたいなというような考えもあるんで、使う機会があれば、まあ、木彫りの熊とか買ってもしょうがないんだよね。1万4000円じゃ買えなそうだしな。まあ、早速出発。あれ鍵は鍵、あのね、なるべく早く出発して日が沈む前に地獄谷に行きたいわけですけど、あ、鍵はこのポケットに入ってるね。オートロックじゃないから。シングルルームってのもあるんだね。楽天トラベルとかでね、あの見たらすごい高級な部屋しかなかったみたいですけど、やっぱああいうのって一部の部屋しか対応してないからな。やっぱりあの北海道とかそういうところを旅行しまくって培った感性を YouTube で反映して、こんだけ稼がしてもらってますんで、やっぱね、その時のは還元したいと思うんですよね。こんなあれ偉そうに言ったらあれだけど、で還元したいような、たまに素晴らしいものが来て、あのドカンとお金使うことも ありますんでね。でこの間あの北海道地震あったじゃないですか。であの時募金しようかなと思ったら結局ねしてないんですよ、ほとんど。あの時はそんなに資金にすごい余裕があるわけでもなかったんで、まあ、というかまだ投資しなきゃいけないことがいろいろあったから、まあ、今は北海道に募金する時じゃないなと思ってね、そうじゃなくて自分の事業投資の方にいろいろと回させてもらいまして、もうそれで、動画の規模もね、あの時は海外旅行終わった直後ぐらいの時でしたが、随分大きくなりましたんで、まあ、今度はね、もう北海道のために遠慮なくお金も使えるなっていう頃合いなんです。あ、ちなみにこれね、今映しましたけど、これが湯本さぎり湯っつったかな、確かこれだったと思うんですけど、そう、温泉銭湯って書いてあって430円の銭湯標準料金で、タオルはもちろん持参ですが、中で宇宙登別温泉の、素晴らしい泉質のお湯に浸かることができます。当然泊まったことはないんですけど、これ有名だな、日本最大級の大露天風呂、マホロバってか、よくなんかね、登別温泉って入れるとこれの広告出てきますね。登別熊牧場っていうのはあの山の上にあってですね、あそこにロープウェイの乗り場があの この光ってる、これ屋根のこれね、ここからあって登っていくんですよ。で明日はそこで熊牧場行って熊見ようと思ったんですが、まあ、残念、登別の定期点検のためにしばらく運休中らしいんですね。登別熊牧場に行くためにはロープウェイ乗らないと絶対行けないので、熊牧場もね営業はしてないそうです。なんだ残念ですね。だからちょっとそれも楽しみにしてたんですが、今回も行かれません。ちなみにこれもまたここでこうお湯がね下に湯の花で白くなってるのを分かりいただけると思うんですけど、ここにある有名なこれが旅館滝の屋でして、JR 東日本 のトランスイート四季島に乗ってくると、ここに泊まることになってるそうですね。知らなかった、そんなに高級な旅館だったら知らなかった。言われてみりゃそうだな、こういう風にして橋を渡っていく光景なんかがなかなか立派なので、私も今までに何度もこ のところからね記念写真とか撮ったことはありましたけど、別に YouTube とか関係なくね。登別は本当に温泉が濃いので見ていただいても分かりますが、こう濁ってます。硫黄成分が濃いわけですね。魚とかそういう生き物はほとんど住んでないんじゃないですかね。なんか硫黄の湧き出るようなところに好んで生息する貝もなんかいるとか聞きましたけど、酸化鉄になってる貝とか、まあ、それは特殊な環境ですよ。もうすごい海底に住んでる貝ですから。温泉街の中心から歩いて10分はかからないぐらいですかね、400メートルぐらい。本当に立地のいい見どころです。これに近いところに温泉街を作ったのかな、もしかしたら。早速硫黄の温泉の香りがしてきてますけど、向こう見ていただいて分かりますよね、ほとんど植物も生えておらず硫黄が噴出しているようなところです。場合によってはね、硫化水素とかそういう危険なガスが出てますんで、一酸化炭素中毒じゃないですけど窒息死してしまうような可能性もあるわけですから、そればっかりは気をつけないといけませんけど、こんな風に普通に湧いてるんですよね。ボコボコ音もしてます。
今日は大変残念な事故が起こっているその最中ではありますけれど、夕張炭鉱とかね、それから北海道のこの登別地獄谷とか、まあ、つまりその北海道の地質に関するようなところを訪れるようなことが多いような気がしますが、あ、やっぱり立派だな。夕方に来るのが一番適切な光景ですよ。この地獄谷は要するに、まあ、非常に巨大な温泉地みたいなもんでして、地下 の熱を受けて温まったお湯が出てきたり、それから地下に埋まっているガスが続々出てきたり、まあ、そういったようなところです。主に温泉の匂い、ゆで卵の匂いみたいな、あれの正体は硫黄ガスなわけで、硫化水素だと思われますが、硫化水素と一酸化炭素っていうのはね、どっちも似たような性質のものだそうで、一酸化炭素ってのは皆さんも分かると思うんですけど、一酸化炭素中毒とか言われて危険なわけですね。硫化水素にもまた毒性があります。今日の午前中はよく炭鉱の火災などで露出をして、さまざまな人を窒息に至らしめるメタンガスの話をしましたが、メタンガスは空気より軽いからこそ上に上がっていって、それで酸素を追い出してしまうことにより窒息というわけですが、こちらの硫化水素とか多分一酸化炭素もそうだったと思うんですが、それは逆に空気よりも重いので下に行く作用があります。まあ、そうすると多分この中に今そういった危険な場所はそうは見受けられませんが、まあこういったね、こう下にちょっとくぼんでいるようなところにそれが全く気づかないうちに大量に溜まっていて大変な濃度になっているという場合もあります。ゆっくりその中に入ってしまうと、もう匂いがまず全然感じなくてですね、硫化水素は温泉のような香りのするその源でもある一方で、なんか匂いをあまり感じなくさせる作用もあるんだとかで、入ってもわからない。そしてまた、知らないうちにもう空気中の酸素ではなく全部それが硫化水素に置かわって体中にも回ってしまうので、すっと気を失うようにして倒れてしまうそうです。でそのままそこで倒れたらもう上がってくることは、ね、当然意識を失っているのでできないので、そこで中毒死してしまう。そういったことが結構あるそうで、山でこういった温泉とかが出ているようなところでくぼんでいるところには絶対に近づいてはいけないということがよく言われます。それから風向きにも十分注意をするべきです。まあ、今ちょうど煙が目安になっているわけですが、あれがもしあまりにもこっちにたくさん来ていたら、ちょっともしかしたらね、敏感な人とかは気をつけた方がいいかもしれない。死ぬことは多分ないんでしょうけれど、それでも注意が必要ではあると思われます。だからここの立ち入り禁止と書いてあるのは、高温の温泉が出ていたりとか、まあ、高温のガスが単純に出ていて火傷の危険性もあるということのみならず、単純にその高濃度のガスが危険であるということもおそらくは示しているはずです。奥を見るとようにこう湧いてるわけですが、もうまさにグラグラあれは湧き立っています。ただこうなんていうんですか、湧水の湧くという意味ではなくて、沸騰の沸という字のそっちの湧くというふうに、両方の意味があると返してもらえればと思うんですが、まあ、確かにこれはね、地獄の名前がつくのかなと思う一方で、まあ、こういう地獄だったらね、落ちても悪くないんじゃないかと。なかなかこう見る応えがあってね、毎日退屈しなさそうですけれど、どうなんでしょうか。あと人間はよくこういった温かいお湯に入ると、まあ、極楽極楽だとかそういった言葉を発するわけですが、まあ、今時の人は発しないかもしれませんけどね、極楽なのか地獄なのかどちらかに統一した方がいいのではないかという気もします。考えようによってはね、極楽ですよね、これも。でも一泊二食付きの旅館取ってここを見物するように来るしに来るようになるなんてね、自分でも随分出世したもんだなと思いますよ。登別温泉地獄谷は本当におすすめできるところです。外国語しか聞こえてないと思うんですけど、確かに海外の方にもこれはおすすめできます。立派な眺めというか、むしろ海外の人こそこういうところは来るべきだな。日本にしかない景色ですもんね。この眺めが一番個人的には好きかな。もっと真っ昼間だとね、上から光が当たるんで全部が綺麗に見えるかもしれませんが、一部だけ光が当たってるのもまたちょっと怪しげな光景でいいと思います。ここの眺めも素晴らしいんですが、登別は別にこれだけではなくてですね、ここがまあ一番メインの地獄谷ですが、他にも上に上がっていったところに大湯の間など見るべき名所があります。これをですね、駆け上がっていけばいいかなと思うんですが、いつもここなんか走りたくなるんですよね、なんでか知らないけど。確か皆さんに大湯の間を紹介したことはないはずです。最長往復切符の時にね、地獄谷が一回見に来ましたけどね。あ、こっからの眺めもいいんだよな、これね。いや、本当に何をとってもいいとこだ。雪も少ないし、よし。でもさすがに2月とか3月とかに来ると雪だらけですけどね、ここも。思い出した、大湯沼前動画で出しましたよね。大湯沼川の足湯紹介したと思うんですけど、まあ見たことない人の方が多いだろうから、もう一回やってもいいでしょう。この先に、川が足湯になっていて、そのまま浸かれるところもあります。
温泉街がここですね。だからこう上がってきて、まあ、この辺見てですね、今この後ここからぐるぐるぐるって上がってきました。現在地はここ、この先に大湯沼があります。大湯沼から流れ出ている、お湯の川がですね、そのまま温泉街の方へ行っているんですが、この辺りが温度はちょうど入浴に適するということで、あ、これかな、こんな風にできるんですよ。外国人の人たちはもう人気を博しております。これが大湯沼です。周囲の大きさはおよそ1キロほどあるそうです。結構大きくてね、こういったお湯の、まあ、湖というかお湯の沼みたいなのはそんなにものすごい珍しいものではなくて、まあ、私も結構温泉地をあちこち見ていると、まあ、よくこういった名所に出くわすわけですが、これほど大きいものはそれでも珍しく、まあ、北海道ではね、あの日足アンヌプリンに確かこういうのあったな。あの1回だけマウンテンバイクであのニセコ駅から登っていって3時間ぐらいかかりましたけどね、このぐらいの大きさだったかな。大湯沼っていうのありましたね、同じ名前。それからもう一つ他に思いつくのでは、日光市 の, あの奥日光に湯の湖っていうのがありますけどね、あれも朝の早い時間になると、湯気があの湖から上がってたりとかする、まあああいうのいっぱいありますが、確かにこれはすごい立派。これはあの硫黄の産出の地でもあるそうです。まあ、硫黄っていうのはあの葉っぱとかそういう時に使うわけですけれど、葉っぱっていうのはあの爆発させる意味の葉っぱですけどね。この大湯沼の下の方になると温度が130度ほど、上はあの入浴もできるような40度程度の温度だそうですが、その下の方にある硫黄をですね、あの拾い集めて大量に取る、まあ、そういうことを結構やっていたらしいんですね。北海道では他にそういうところだと、私の知っているところではあのあれだな、川湯温泉のあそこがありますよね、なんだっけ、前に紹介したことがありますが、硫黄山ね、釧網線川湯温泉駅から歩いて 2、30分で行くことができるところで、そこでも昔は硫黄の採掘をしていたそうです。まあ、今は多分硫黄ってのは国産だとそんなにあの、ね、石炭と同じようにあの取ってるとコスト高になっちゃうから、まあ、硫黄はそこら辺にもこう平然と出てるわけですけれど、日本での採取はしてないんでしょうね。なんかちょっと鼻につく強烈な匂いがするな。何の匂いかな、刺激臭だな、アンモニアみたいな匂い。まあ、大丈夫だと思うんですけど、冬の時期でも大湯沼ぐらいまでは行けたと思うんですが、ただですね、あの来られるけれどもちょっとこう山が深すぎてなんか怖いわけですよね。で、冬であればまあ熊がいなくていいんですが、春の明けたばかりのこれ、まあ、今ぐらいの時期ですね、ちょうどね、になるともうどこやらやつが出てくるかわからない、まあ、こういう時に人が周りにいっぱいいるような時間帯とかで来られればいいんですが、まあ、ここはの夕方とかね、もっとこう薄暗くなった時間でも特に閉鎖されてませんので来られるんですけれど、ちょっとそういう時は来る勇気がなくなっちゃいますよね。まあ、それからあんまり景色もよくは見えませんし、よいしょっと。でもあれだな、私も大湯のままで降りてきたことは実は今まで一度もなかったんですよね。冬の時期になるともう本当雪が深いんで、こういうところも通行止めになるか、もしくは前に来た時もね、なんかもう雪が深すぎて雪がしなくてやめちゃったんですよね、確かね。あのこれぐらいの時期、まあ、夏からこれからの時期だったら、あのいつでも来るのにふさわしい時じゃないですかね。よし、駐車場もあるから車でも来られるみたい。あ、こっちにもあるんだな、なんか知らなかった。着いた着いた、これが大湯沼。私も初めて下まで来ましたが、確かに大きいな、こんなに大きいのか、これすごいな、思ったより大きかった。この上に日和山というあの、ね、煙を吹き上げている山がありますが、これはつまりあの日和見とか言いますが、今後の天気予報をするのに使っていた山だそうです。あの煙が多いとね、なんか知らないけど天気が悪くなるらしいんですが、それは何でなのかちょっとごめんなさい、まあ、調べれば分かるんでしょうけど、そこまでちょっと今調べる時間はないかもね。上を見ていただくと、あ、上っていうのはあの湖面見ていただくとふつふつとこう湧いとるんですが、分かりますかね、こう湧いてますね。つまりその湖底から湧き上がってきたあの、まあ、熱水、それからあとは火山ガスですよね、さっき言った硫化水素とかそういったもの、それがまあおそらくは、この下からこうどんどん湧き上がってきてふつふつとこうあぶくを上げているものと思われます。はあ、すごいね、立派だ。あっち側回ることも許されておりません。結構な濃度の高さみたいですね。こっち側はそれに比べると大したことないな。大湯沼、あ、車で来た人は駐車料金がかかるんだね、1回500円。よく見たら今駐車場はやってなかった。駐車場もやってない代わりにトイレもやってないってわけですね。トイレの維持管理費用などに駐車料金がかけられているそうです。大湯沼の他にもう一個お湯の泉がありまして、あ、こっちはすごいな、濃度がもう見るからにさっきと光景が違うよ。ちょっと
あんまりここで息をハーハーしまくらない方がいいかなって感じなんですけど、真っ白になってますねこれ。あれは何なのかな、あれもなんかこう温泉なのか分かりませんけど、こうブクブク表面の硫黄が泡立ってすごいことになってますねこれ。私あんまり喉が強くないんでね、あの硫黄の近くにいるのはやめとこう。まあ、分かんないんですけど、今までの人生でね、あの旅行中に大変なあの熱を、まあ、39度はいかないぐらいの熱を出したことが2度あるんですが、その2度ともね、あの前日、硫黄の、あのある強いところに行って、それで喉がやられてからなってるんですよね。だからちょっとこう気をつけないとな。これもまた素晴らしいんですけど、大湯の間とそれから地獄谷ともう一つの名所が天然足湯です。足湯の話さっきしましたね。さっさと行きましょう。歩いて15分ぐらいだそうですが、まあ、山道の案内書きの15分が10分ぐらいだと思えばいいんじゃないですかね。じっとしてるとね、お湯の沸く音、泡がブクブクする音、それから向こうの日和山の上からジェット燃料、あのジェット燃料っていうかジェット機がゴーッと音をするかのようにね、音を立てて噴出している煙、それだけが聞こえてきます。いいですね。逆光だと、逆光の状態って、ね、あの煙に光が当たって結構多く見えるんですよね確か。ちなみにこういう趣の場所が好きな方におすすめしたいのが、青森県の、下北半島のね、恐れ山、あそこは良かったですね。もうあちこちからこうゴーッとこう吹き出してて、まあ、こっちの方が迫力は、単発での迫力はあるんだけど、あっちはまたなんかそれはそれでね違うこうなってるかな。うん、まあまあ魅力、行けばわかるっていう言い方だとなんかちょっと抽象的すぎるかもしれませんけど、あの それがなんかうまくね宗教と密接にこう結びついて、なんかあの仏教的な、あ地獄みたいな、そういう感じがするんですよね。あそこはいいところだったんで、あのアクセスがあまり良くありませんが、ぜひ行ってみてください。で実際予想通り10分程度で着きそうです。油泥が噴出した場合、高温の源泉が流れてきますので気をつけてください。そうなんですよね。この先でね、あの突発的にあのお湯が上がるという場合があるんですが、ともかくこの下に谷川が流れておりまして、そこでおそらく一人でベラベラ喋れるほどね、あの空いていないと思うので、ここで先に説明だけしてしまうと思うんですが、その下の谷川のところがあの温かいお湯になってますから、まあ、それ以上言うことないか。あ、大正地獄って入れなくなったのか。あの間欠泉ものすごい勢いでね、こうお湯がこう湧いているとか、まあ基本こうプシューってこうこんな感じに、ね、なってるようなところなんですけれど、この先にそれがあるわけですが、入れなくなったんですね。平成28年、私が来た時は平成27年とか26年とかそのぐらいだったからな。へえ、そうか。あんまり見た目綺麗ではないんですけどね。そして実際泥みたいなものもまあたくさんありますが、上がる時にそれを落とせばいいという考えで、行けるならばこの先にあるはずです。まああの泥湯っていう入浴方法もありますよね。それと同じようなもんかな。逆に泥湯がやってみたい方はここであの体験できるんでいいかもしれません。普通の入浴を用した方がいいでしょうけど、人がいますんでね。大体この辺りの観光は、これで終わりです。登別地獄巡りね、あの地獄巡りっていうのは別府の方が有名ですけど、まあ、これもそういうもんだと思います。で、ここから温泉街に入るにあたって、じゃあチェックと道順を確認すれば、 Google マップを開いたらですね、まあ、前はこういったの道もちゃんと、Google マップには載っていたんですが、あの近頃あの前任のね、あの地図提供が終わりまして、まあ、Yahoo 地図だったら確認できるはずなんですが、残念ながらあの Google マップではもう道順を確認できなくなっちゃったんですね。この道は存在しないことになったんですよ、 Google マップ上は。そんでね、ああどっちかなと思って、まあ、Yahoo 地図でも開くかと思ったんですが、まあ、よく考えればあの当たり前なんですけどね、あのこの川下の方に温泉街がありますんで、川の向きを見ればどっちが温泉街かもう一目瞭然なわけです。この川上の方はあの大湯沼なんでね、そっちとはあの違いますから。あと足湯だけだったら、まあ、別に地獄だね、あのなんだ大湯沼の方とかまで登ってくるのはね面倒くさいって言うんだったら、まあ、多分まとめて歩いた方がいいと思いますけど、もし面倒くさければこの積水系とかあるようなね、あのこの脇から登っていくと、
まあ、ここから、400m ぐらいで足湯のところに着きますんで、行く分かあのすごい山道みたいなこうゴツゴツしたところとかを越えていかなくても、行けるような、ね、あのちゃんとした道も用意されています。でまたあのバスもですね、まあ、便数は少ないんですが、あのさっきのバスターミナルからさらに足を伸ばして足湯入り口というところまで来る便もありますので、これに乗ってくれば、まあ、おそらくはあのいい方だと思いますよ。多分あのなんですか、あのそしたらもうそこからババッとね歩いていけるし、まあ、こっから私の泊まってる旅館までどれぐらいかかるかな、そんなかかんないと思いますよ。多分10分とかかな、多分足湯から温泉街まで20分ぐらいですかね、下りで。うん、そのぐらい見といた方がいいかもしれないな。あの一応足湯とか行かれる方のために道案内が必要か分かりませんが、一応やっておきますけど、ここにあの温泉交番があって、この交番のところを左折してまっすぐ行くと、その先林道みたいなところになって足湯に続きます。一方で、こっちをこのまままっすぐ行ってですね、あの第一滝本館のその脇のところですけど、あのこういう風に、ね、あの湯気がもうもうとしている、それをそのまま突っ切っていくと、さっき あのもう一度また同じところに戻る、すなわち、地獄谷のところへ行くことができます。ここから地獄谷まではもう5分とかかりません。足湯はまあ20分ぐらいです。まあ、さっき映したあの積水亭のところ、足湯の脇のところにある旅館ですが、立派な旅館でしたけどね、あそこ昨日火事があったらしいですね。そんなとこばっか今日行ってるな。あ、そうか、ここあれなんですね、さっき湯気が出てますよみたいな話実際出てるわけですが、これ間欠泉だったんですね。これも実際私ここものすごいブシャーッとこう吹き上がってるのをよく見ましたけどね、3時間に1回吹き上がると書いてあります。そんなにレアな光景だったんだな。噴出する湯量は約2000リットルですと書いてあるけどね、噴出する高さは約8メートル。そうですよ、これのこう天井にこうあの打ち当ててブワーッとこうなってるのよく見たんですけど、そんな珍しいのか、次がいつなのか分かりませんからね、こういうのって。あのずーっとここで我慢してるしかないんですけど、まああの通りがかって運が良ければここでものすごいようにこう下から吹き上がっているのが見られます。であのまあ、なんていうのかな、旅館街とそれからこういう商店街と2つあるんですけど、驚いたことでね、まあ、こういうお土産屋さんみたいいっぱいあるんですが、これ100円ショップキャンドゥとかね、まあ、それからドラッグストア、札ドラとか前なかったと思うんですけど、なんであんのかっていうと、多分あれなんだろうな、中国の人たちが100円ショップとかの薬局とか好きですからね、それでできたんだろうな。びっくりだよ、100円ショップあるあの温泉街なんて、薬局もそうだしな、驚いたな。まあそんだけあの景気いいんなら、いいことだと思います。ちなみにあの明日行こうと思ってやめにしてしまった登別熊牧場ですが、こんな感じであの月のワグマとかね、あのエゾヒグマを飼いならしてまして、エサくれとか言って熊がやってる様子を見ることができるんだそうです。でなんかね、あのここの熊は堕落してダメだとか、あのうちの両親ともに言ってましたね。あの新婚旅行で、ブルートレインの北東線に乗って、それで、登別駅で降りて熊牧場に行ったらしいんですが、あの2人ともそういう人が本当にそうなんだろうな。私未だに行ったことがないんで行きたいんですけれども、毎度毎度なんかねタイミングが合わなかったりとかしてダメなんですよね。あとあのセイコーマートもリニューアルしてるな。あの名物のホットシェフがありますんで、ぜひお試しになるといいと思います。あとさっきは裏口しか映しませんでしたけど、これね詐欺理由ですよ。あのこの中で温泉、あ、430円の、そうそう、銭湯ね、それがあの入れますんで、私あの詐欺りっていう言葉ってあの他にあれしか知らないですよね。あの魔王のやつで、あれはただの詐欺りじゃみたいな、なんかそういう説ありますけど、あのそのシーンで歌う以外に詐欺りっていう言葉はこれしか知らないですね。でバスターミナルに戻ってきて、そのすぐ真向かいに私のホテルもあります。すぐですよね。多分全行程3、4キロぐらいかな、1時間弱の散歩になったかと思います。そしてちょうどあと10分で夕食の時間です。いや、ちょうどいいですね。部屋に一旦戻って朝食券、夕食券を持ってきて、お楽しみのバイキングです。ちなみにあのここでチェックインするときに受付の人がね、あの Wi-Fi の案内してくれたんですけど、 Wi-Fi あのお使いになられると思いますけど、あのパスワードはどうこうのように教えてくれたんですが、お使いになられると思いますけどって、なんで私が当然のように Wi-Fi を使うってことは知ってんだろうなと思ったんですが、あのその人も視聴者の人だったのかな。あの YouTube の撮影していいですかっていうのも電話で聞いたんですけど、それはでもその時はまだ伝わってなかったみたいだしな。まあそうだとしたらありがとうございます。はい、そんで今の時間18時18分、私の夕食は18時15分からで指定しました。いやーちょうどいいですね。部屋に戻ってちょっと充電とかして、それぐらいで、夕飯の時間。これスリッパありますんで、このスリッパ履いていこうかな。まあ、靴履いていかなくてもいいだろうから、普通の人は多分和室生活なんでね。多分私の部屋はこれシングルルームっていうのが設定されてるのは、多分やっぱあれなんだろうな。あの前に視聴者の方から教わったんですけど、添乗員さんがいますからね、そういう人が団体旅行に移動するときに泊まるような部屋なんじゃないか。ちょっとごめんなさい、ベッドの上がこんなにぐちゃぐちゃってのもまあどうかと思うんですが、まあ後で片付けましょう。
これね、あの楽天トラベルの口コミもちょっとさっき見たんですけど、あのすごい豪華な料理はないけど、でもすごく手が込んでいてとてもいいお食事なんだそう。いや、そういうのがいいんですよ。行きましょう。混んでるだろうな、多分。布団敷いてんの？私は洋室なんで多分布団敷きに来ることはないと思うんですけど、布団敷きに来るとね、それをあの全体にやっぱちょっと片付けなきゃいといけないかなっていう気がしますね。例えばあのいきなりね、机の上にあの1万円札が何枚か置いてあったりとかしたら、向こうもびっくりするだろうし、なんかねやりづらいだろうし、まあそんなことはしてないですけど、でもあの旅館の布団敷いてくれるってないですよね。風呂とか食事戻ってきてね、あの部屋に入ると、あ、夜のモードになってるなって感じ。あれはとても幸せですね。あの夕飯もあれ、夕飯なんだっけ、違う、バイキングで何を言ってしまったか、まあ、ともかくいっぱいあったんですけど、あの長く滞在してですね、1時間半ぐらいいたのかな、たっぷり食べました。あのお腹を減らしながら食べるというわけです。あのジンギスカンが特に良かったですね。あのね、あんぐらいのこうなんですか、大衆的な雰囲気でのバイキングで、こう食べるって、それがね、こうなんか贅沢をしてる感じでいいんですよ。あの例えばアスカ2のあの上のこうなんとかレストランみたいなところ行ってね、あの、アスカスイートみたいな、まあ、1泊20万ぐらいするようなやつに、乗らないと食べられないプレゴっつったかな、レストランで食べるのがなんか最高の贅沢だみたいなのを聞きますけど、まあそうなんでしょうけど、でもね、あの逆になんか同行した高級さってもう贅沢じゃなくて、なんか異世界にへの冒険なんですよね。もう贅沢という感じはもはやしなくなってから、もうファーストクラスとかそういうのもそうです。そうじゃなくて、まあ、こんぐらいね、一泊二食付きの、まあ、できたら、あの、もうちょっと奮発して和室にした方が良かったかなって気も、今ではするはするものの、まあ、でもね、別に和室じゃなくても、こういう大きなベッドでしょ、すいません、本当なんかこう、ごちゃごちゃで申し訳ないですけど、バイキングで食べたいものをこう選びつつ、あと、結局自分のあの、ケチンボ精神が出てですね、またあの、野菜が大量にあの、売ってましたけどね、そういうのがあの、いいんですよ。あ、ちなみになぜ野菜があの、大量にあると、ケチンボ精神現れているのかというと、バイキングは生野菜の方があの原価が高いということになっているそうでして、そんであの緑黄色野菜みたいなのからね、私は中心に食べることに毎度してるわけです。よし、じゃあ夕飯食べてね、ゴロゴロしました。あのゴロゴロして何やってたかっていうとね、あのここであのずっとこうあの動画撮ってたわけですけど、まあ、それはあのセフィロチャンネルを見た人だったら、あのまた、あ、ここで撮ったんだなってのが分かると思いますが、今時刻はね、もう10時なの ?10 時か。明日の朝、友達とあの支笏湖に行くことになりました、結局。だから、あの、朝早く出発しますんで、多分ね。だからね、もうさっさとあの、お風呂に入って寝ようと思うわけですね。お金、持ってこうかな。なんか、もしかしたら、あの、飲み物とかあるかもしれないもんね。1000円だけ。袖の下っていうのは、あの、この中に入れることですね。ちょっと待ってね。誰かいたら、誰かいるとちょっとあるけどね。これが賄賂の語源ですよ。でも多分私がこれやると、この忘れて帰るのがオチなんで、これはやらないでおきます。これ全部シングルルームなのかどうかわかりませんけど、これ見るに、あの辺の部屋使ってるのは私の部屋の左下のところと、あと一個上の右上のフロア、それぐらいしかないみたいだな。そりゃそうだよな。ああいう手狭な狭だと、よほどのシーズンとかじゃなければね、そんなには埋まらないでしょ。でもこの旅館自体はすごい混んでますよ。大型旅館で、さっきのあの食事会場のにぎわいをもう多分音で感じてもらえたんじゃないかと思いますけどね。イギリス行った時にあのブリティッシュプルマンに乗りましたけど、あれのなんか椅子を思い出させるな。これ確かフルーツ牛乳がなくなったら森永なんですね。雪印が確かあるんですね。でもなんか他にもいろいろあるな。濃厚ミルク仕立て、フローマージュミルク、なんかいろいろあるな。フローマージュミルク、これ何なんだろうな。キャラメルミルク、なんかこういうやつにしてみるか。たまに36番、お湯はいいお湯でした。本当に素晴らしいいいお湯だった。動画に映せないのが、残念でならない。本当に素晴らしいものでしたよ。あのね、何が良かったかって、あの温泉の香りと、それからあのやっぱり匂っていると雰囲気が出ますよね。あれ最高だったな。
賑わってるようですけど、まあそれはあの温泉街のよくある常ですから。自販機も同意して返事をしたようです。お金入れるところがないんで、まあ、それでこの袖の下に入れるといいのかな。これだったらまあジャリジャリするから大丈夫でしょう。荷物背負って長距離歩き回ったりすると肩が疲れて辛くて仕方ないんですが、まあ、あの今日は置いてきたんで、ね、あのぐらいだとか、まあ、4キロそこらちょっとこうジョギングぐらいのペースで回っても楽しいもんです。自分の体から硫黄の香りがしてね、これも素晴らしいですね。あの温泉の濃い、濃度の濃い、硫黄の成分の入った温泉に入るとですね、あの翌日とか翌々日ぐらいまで、もうまずこれ服着てね寝るじゃないですか。で、まあ、あと上がった直後に、上着まで着込むと上着にあの体からこう蒸発してこの温泉成分が染みついてね、2、3日ぐらいはもう、お土産みたいな感じで温泉の匂いに包まれたまま生活することができます。まあ、それが嫌いな方は別ですけど、さっきの脱衣所のところに行ったら、中国人の方だと思うんですけどね、まあ、全裸なわけですが、まあ、割と体が濡れてるような状態で、あみたいなこと言ってるんですね。で、本当に困ってるような感じだったんだけど、何かなと思って、なんか英語も喋らなそうな感じだったので、なんだろうと思ったら、こう体を拭くジェスチャー、あ、タオルかと思って、タオルがなくて困ってんだなこの人はと気づいたわけですね。そうか、どうしたもんかと思ったんですけど、まあ、よく見たら私の手元に小さいタオルがあるんで、あ、いいって言ってくれて、これね渡してあげたらね、あ、いいのみたいな感じで、それであの喜んでね拭いてくれて、なんかこうやってくれたんですけど、あの、まあ、多分なんですが、あのタオルなしでお風呂に入ってしまってたのかな、どうなんですかね、まあ、なんかね、でも不思議だな、体を先に洗ったりとか、シャワーで洗ったのかな、まあ、シャワーだったらね、タオルなくてもあの体手で洗えば洗えちゃうと思うし、まあ、もうさっきから2度3度と入っていて、体を洗う必要がない人なのかもしれないんですけど、それでお風呂に入って、多分上がってきちゃったんだと思うんですよね、まあ、タオルがない状態で、もしくは忘れてきちゃったのかな。で、脱衣所に予備のタオルがあると思ったら、まあ、普通ね、あのないじゃないですか、温泉旅館って、一回部屋に置いてあるタオルを、ごめんなさい、何度も繰り返し使うわけですね。だから、まあ、困ってて、これはまあ渡してあげるべきだと渡しました、まあ、その人はあの、まあ、本来であれば自分のタオルを、まあ、多分返却しちゃったのかなんかだと思うんですけど、それをちゃんと持ったままお風呂に入るべきでしたが、まあ、何度も何度も同じタオルをあの繰り返し使うということについてあの知らないという可能性もあるしね。あ、ちょっと待って、え、明日選挙もしかして、あ、選挙か明日、まずい、どうしよう、こんなところにいるよ、東京帰んないとね。そっか、選挙って明日か、忘れてた。とりあえずあのビートだけじゃなくて、その中国人の人の話しますけど、まあでもね、その時にあの渡してあげたんで、私のタオルなくなっちゃったから、結局フロントまで行ってもらってきたわけですけど、まあでもあのその中国の人もあの悪い人じゃなくてね、日本のあの慣習を知らないわけですよね。銭湯のあのこういう共同浴場の入り方なんて普通知らないじゃないですか。そんな超ローカルルールばっかりが適用されるようなところなんだから、本当は体を拭かずに脱衣所に上がってくる時点でまあご法度なんですけれど、そこはあの多めに見てあげてですね、あの日本に来てくれたあの外国の方と思ってね、あのこっちもまあ外国人としてはあの、まあ、私の勝手なあの、まあ、自己満足なんですけど、あのせっかくこう来てくれたんだから、まあ、あの日本に外貨を落としに来てくれているわけですから、まあ、それに対するおもてなしぐらいはしていいのかなと思いましてね、あの海外から来てあのくださった方には、まあ、特に親切にすることにしてるんですけど、いや日本人でもね、あの別にあの親切にしますけど、あの特にあの文化の違いとかであの、まあ、多少不利益を被ることがあっても、それもニコニコ多めに見ることをしたいなと思っているんですが、まあそういうことが言いたかったんですけど、ともかく明日選挙かどうしようかな、友達と支笏湖見に行く約束してるんだけど、ちょっとこれ友達に連絡して予定変えさせてもらった方がいいかもしれないな。いや普段あんだけ偉そうなこと言っといてね、で自分が選挙に入ってんじゃちょっとさすがにあれだからな、まあ、てか別にメンツのために投票しに行くわけでもないんですけど、どうしようかな、明日友達と支笏湖観光と、それから、小樽観光を一緒にやろうってことを話したんですが、幸いなことにまだ切符は買ってないので、支笏湖だけにさせてもらおうかな。ちょっと友達には悪いけど、支笏湖だったらね、その後も千歳空港にそのまま帰ってしまえば済むことなので、いやせっかくなら1日使いたかった、やっと申し訳ない、完全に忘れてた、期日前投票とかもあったんだけどね、ちょっと期日前もそれはそれで忙しくてなかなかできなかったので、行けばよかったな、ほんと期日前。じゃあいきなり急に場面が変わりましたけど、はい、寝ます。おやすみなさい。
おおお、なんだ、なんかピカピカピカってした。大丈夫ですね、おやすみなさい。